そなた、なぜ戻られた？使命など、決してここにはありませんゆえ、どうか静かにお帰りくださいませ。そなた、私はあの方たちを失いたくないけれど、留飲をお返しする道、それを選べば皆と別れることになるかもしれません。そう言ってくれるのですね。いいえ、皆、あのお方は本当にお優しいのですよ。これを渡してくださったのも。おい、ニコの忍び、いらしていたのですね。おかげで友達と深く語らうことができました。墓地の巫女たちか。はい、それであなたにお伝えしたいことがあります。留飲を断つのではなく、あるべき場所にお返しする道について。留飲を返す？そうです。留飲は故郷を放たれ、この日の元に流れ着いたもの。あるべきではない場所にあるべきではないものがある。故に我らのような歪んだ命を生み出そうとする者が絶えぬのでしょう。留飲や留飲に連なる我らはきっと帰るべきなのです。西へ、神なる竜の故郷へと。ただいかにしてたどり着くか、それがまだわかりません。定かなことを知る者は先方商人ならば、あるいは。それは誰だ？この先方寺の開祖です。弱いは果たしていいかほどか、体内くぐりのうちにこもっています。巫女の忍びよ。なんだこれは。伏し立ちとはまた異なる道、ゆえに無理にとは申しません。もし留飲を返す道を望まれるならば、先方商人よりその術を聞き出していただけぬでしょうか。考えておこう。そなた、なぜ戻られし。
そなた。巫女の忍びよ。もしや、先方商人と会ってきていただけたのですか？死んでいた。先方商人は、虫付き。何故、そのようなことが。だが、書が残っていた。これを。拝見します。なるほど。蛇垣というものを二つ喰らえば、流飲の巫女を治めるゆりかごとなれる。そうすれば、流飲を故郷にお返しすることができる。私が、そのゆりかご、私がなりましょう。お主、しかと呼んだのだな。もちろんです。私は、オチの巫女の、ただ一人の生き残り。生中には死にませぬ。巫女の忍びよ、流飲を返す道を望まれるならば、二つの蛇垣をお持ちください。心当たりはあるのか？おそらくは、大蛇より取れる肝かと、柿のように赤く染まっていると言います。巫女の忍びよ、蛇垣を一つ手に入れられたようですね。妖蘭の儀をなすには、蛇垣がもう一つ必要です。行かれるのですね。ぜひまた、いらしてください。巫女の忍びよ、流飲を返す道を望まれるならば、二つの蛇垣をお持ちください。行かれるのですね。ぜひまた、いらしてください。
巫女の忍びよ。二つの蛇垣を手に入れられたのですか。ああ、手に入れた。この赤き様、確かに垣とはよく申したものですね。まことに食らうのか。もちろんです。そうすれば我が体は竜印をお返しするためのゆりかごとなりましょう。ただあなたの前でそれをするのははばかられます。時を置いてまたおいでください。いただいた二つの蛇垣を食べ、竜印をお返しするゆりかごとなりましょう。時を置いてまたおいでください。わかった。やはりいらしてくださったのですね。巫女の忍びよ、私はゆりかごとなれたようです。手を取っていただけますか。ああ、これはひんやりと氷室のようでございましょう。だからほら、私の涙もこぼれ落ちる間にいてついてしまう。この氷涙をお授けしましょう。氷涙か。もしや。はい、おそらくは冷たい竜の涙が刺すのは、竜の涙とともにこの氷涙を飲んでいただくことかと。さすればきっと九郎様にゆりかごに宿っていただくことが叶うでしょう。巫女の忍びよ、竜の涙を手に入れられたのですね。ああ、これが竜の涙。お渡しした氷涙とともに九郎様に飲んでいただければ、我がゆりかごへ宿っていただくことが叶いましょう。なんだ。お手を。ああ、白金の包丁を。これは冷たい。凍えたこの体がお米を冷たく輝かせるのでしょう。まるでささめ雪だ。確かに。ではそう呼びましょう。巫女の忍びよ、ささめ雪をどうぞ。いただこう。お米は大事。きっとまたいただきにいらしてください。竜印を返すことを望まれるならば、竜の涙とともにお渡しした氷涙を九郎様に飲んでいただけばよいでしょう。そうすれば我がゆりかごへ宿っていただくことが叶いましょう。巫女の忍びよ、無事九郎様とともに戻って来られること
願っております。クロ様、久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議のもう一振りを。健一郎殿。そのようなものでは、決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。俺がアシナを生かす。信じらせはせぬぞ。参れ、関野。おそばにおります。竜の涙を。参りましょう、我が巫女。
九郎殿、今はどうか安らかに私の心にとどまってください。さようなら、みんな。私は行かねばなりません。我らの因果を断ち切るために。とても長い旅になります。それでも共に来てくださるのですか？はい。ありがとう、竜の忍びよ。九郎殿も喜んでおります。参りましょう。西に、神なる竜の故郷に。おそばにおります。竜の涙。生涯の忍びを、武士たちをお願いできますか？これはやはりあなたが持っていてください。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を留院を手中にしようと思う。ですが。わかっておる。第一の掟により
父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い、巫女を捨てよ。御意。父の言葉に従い、巫女を捨てる。それで、よいのだな。はい。掟は絶対、主よ。巫女を捨てまする。それでこそ、わしのせがれよ。これで、我が波動も、これはこれは、物騒なお客人じゃ。だが、道元殿のご息女と争うては、今は亡きあのお方に、申し訳が。たたっ！ほう。なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。セキロよ、お主、愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に切ってやろう。
再び修羅を切ることになろうとはな。待たせたな。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。これで全て我が手の中よ。アシナもナイフ殿もこの国ごと食らうてくれるわ。我武士行こんじゃよ。兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。
アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。